こんにちは、シンダイリーメンバー24卒の鈴です。25卒の園健人です。今日の企画はですね、録画面接とか自己 PR 動画についてトイさんに解説していただく動画になっております。トイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トイさん、軽く自己紹介お願いします。はい、トイアンナと申します。就活の支援を10年以上前からしてまして、外資就活 .com さん、ワンキャリアさんなどをサポートさせていただいてました。確実内定という本を出してますので、よろしければ読んでください。よろしくお願いします。お願いします。自己 PR 動画録画面接なんですけど、普通の面接の何倍も落ちやすいです。落ちやすい、録画面接ってまとめて見れちゃうんですよ。普通の面接って1日に見られる人数ってかなり少ないんですねでも録画面接だったらもうずっと動画を200本とか見れちゃうので、倍率が高くなっちゃうんです。なるほど、はい、なのでどうやって自分が生き残るかっていうライバルを気にしなきゃいけない、すっごい難しい対策が必要な面接です。確かに、あー難しい。それそうですか、ライバルに無理ですということで、この動画では、自己 PR 動画で気をつけるポイントっていうところと、自己 PR 動画を最大限に活用する方法、この2つが学べる動画になってます。でこの動画見てくれたらもう絶対に二度と自己 PR 動画では落ちないような動画になってるので、ぜひ最後まで見てみてください。じゃあ早速、私たち、ね、自己 PR 動画撮ってきたので、それを土井さんに見ていただきたいなっていうふうに思うんですけど、私は何回かやったことあるのね、ケンティーはやったことある？一回もないです。あ、ないんだ。超難しい。自己 PR はやったことある？ないです。はい、2人の見ていただいて、いいところと改善した方がいいポイントっていうのを一つずつ挙げてもらいたいなっていうふうに思います。はい、お願いします。じゃあまず私の自己 PR 動画を見てもらいたいと思います。はじめまして、高橋鈴香です。私の強みはユーザーの潜在欲求をしっかり掴んで、そのニーズに合ったものを形にして世の中に出していくところが自分の強みです。就活 YouTube 旬ダイリーというチャンネルを運営していたんですけれども、その当時就活界隈は面接とかイエスのノウハウのコンテンツがほとんどだったんですね。ただ私は就活生と実際80人以上と面談したりだとか、他チャンネルを研究する中で、本当のニーズはそのノウハウを知りたいではなくって、就活と一緒に頑張る仲間が欲しい、共感したいっていうところが潜在欲求というふうに考えました。なのでそこに刺した自分のコンテンツを出していく中で、平均視聴回数が1万回から5万回の5倍に伸びたりだとか、登録者のところでいくと6万人から13万人に伸びて、就活界隈の中では一番登録者の多いチャンネルとなりました。以上のことから潜在欲求をしっかり掴んで、それを企画としてちゃんと形にして世の中に出していって、でもそれを伸ばして影響力をつけることができるっていうところが自分のやってきたことであり、御社に入社も発揮できる自分の強みなのではないかなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。じゃあ次ケンティ行きましょう。はい、専修大学3年生経営学部の小園健人と申します。お願いいたします。私の強みは課題を見つけ、それにすぐ対応する行動力だと考えております。それを発揮するエピソードとしましては、私勉強サークルというものに所属しておりまして、そちらの中で朝活部というものがありました。でもしかしその朝活部というものがあまり活発ではなくて、参加人数がすごく少ないという課題が挙げられました。私はそれを解決するために朝活懇親会を開催しました。どういうことかと申しますと、朝活部の参加人数が少ないという原因は参加ハードルが高いということがありました。参加しても参加する前もあまり参加してもつまずいんじゃないかという懸念点があって、それによって参加ハードルがすごく上がっていったので、それを解決するために朝活懇親会を開きました。このような強みを御社ですごく活かせると思うので、ぜひお願いします。いい、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。頑張りましたね。頑張りました。じゃあまずですね、全体的なお二人への感想を言わせていただくと、はい、すっごいいいですね。あ、嬉しいね。めっちゃ嬉しいです、はい、じゃあどこが良かったかを先に言っていきたいなと思います、はい、高橋さん、はい、一番良かったところがですね、表情の身振り手振り感ですね。録画面接って雰囲気を伝えるのすっごい大変なんですよね、はい、やっぱりリアルであった方がこんな素敵なんだって伝わりやすいと思うんですけれども、はい、高橋さんのそのいい雰囲気っていうのがきちんと動画の中に収められていて、でなんでそれができてるかっていうと、表情の明るさとそして身振り手振り、この2つの良さが本当に相まって良かったと思います。で2つ目の良かったところが、はい、話し方が構成として整っていました、うん、整っていたっていうのはどういうところかっていうと、まず結論が最初に来ている、私の自己 PR したいポイントはこれである、はい、でその背景事情としてこんなことを頑張った、だから私は自己 PR としてこれを推しているっていう、この構造ですね、これが本当に分かりやすくできていたので、動画で聞いていても確かにそうだなって思って聞けると思います。で高橋さんの改善点はスピードです。あ、早かったですよね。はい、やっぱりすごく充実したエピソードを持ってらっしゃるので、そうすると言いたいことがいっぱいになっちゃうんですよね。でも
そんなに言う必要実はあるかなと、この話を聞く人にとってどういうプログラムを作っていたかとかってそんなに重要かなとか、そぎ落とし面が出てくるので、高橋さんへのアドバイスは完璧作っちゃいましょう。あ、では、はい、ケンティさん行きましょう。はい、はい、ケンティさん本当に滑舌いいですね。初撮りだったにもかかわらずこれだけ聞き取りやすい音声で発してくれると、やっぱり聞き手にとってもすごいフレンドリーで助かるっていうところがあると思います。あと、もう一個良かったところ、エピソード自体がいいですね。あの、朝活の工夫した話で、まあ、ささやかなエピソードに聞こえつつも、実は、学生で朝活ってめっちゃ難しくないですか？難しいです。はい、で、どうやってあの自分だけが朝活やるんじゃなくて他のメンバー集めたかみたいなところまで考えると、朝に学生を集めるって結構大変で、それで頑張れたっていう話自体がすごくいい話だなと思ってます。もっと頑張ってほしいところも2つあります、はい、で、1つ目が、数字で表せる成果にできればしてほしいな。あ、確かにそうです、はい、例えばその朝活を提案した時は5人中5人来てたけど、だんだんなんか5人中2人になっちゃったと、で、それがこういう工夫をしたら5人中もう一回5人来てくれるようになったっていう話をしてくれると、あ、この人は朝活を通じてこういう努力ができる人なんだって数字で分かりやすくなると思います、うん、もう一つがアングルです、うん、こう撮っちゃってさ、はい、撮ってちょっと上から撮ると綺麗に見えるんですよね、うん、ちょっと上から撮ってあげるといいので、あの、自撮り棒ない人とかだったらできればですね、ティッシュボックスとか積んでその上にカメラ置いて、それで撮影してもらうとより、あの、綺麗に映ると思います、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今2人のね、自己 PR 動画採点していただいたんですけど、録画面接で気をつけるべきポイントっていうところと、60秒の自己 PR で抑えるべきポイントをトイさんに解説していただきます。まず録画面接で気をつけるべきポイントは何でしょうか？まずですね、録画面接では話の長さに注意しましょう、うん、今回2人とも60秒ぴったりだったらすごかったですね。でも普通はできないですよ、はい、長くなっちゃった人も安心してください。訓練すれば60秒に収められるんで、うん、まずですね、カンペを作りましょう。で、カンペなんですけど、だいたい400文字から500文字が人間が1分で話すのにちょうどいい文字数です、うん、ということはイエスってだいたいね400から500文字なんで、自己 PR をエントリーシートの練習だと思って400、500文字で書きましょう。で、それをゆっくり読み上げて1分にしましょう。これでカンペ終わりです。簡単。それからですね、絶対にやってほしいのが、はい、結論を先に話すことです、うん、だからまずカンペに結論を書く、で、その後背景事情を言う、最後に結論をもう一回やるっていうのをカンペで用意してください、うん、で、カンペの、使い方のポイントなんですけれども、カンペって普通に読むとバレるんですね、はい、なんでかっていうと目線がこうなるんですそうですよね、はい、なのでカンペは箇条書きで、あの、上から下に読むようにしてください、うん、次に60秒の自己 PR 動画で抑えるべきポイントは何でしょうか？皆さんですね、自己 PR 動画を作るときに本当に忘れがちなのが、あの、数字で成果を表すことです。ガクチカだとみんな数字で成果書いてくれるんですよ、言ってくれるんですよ。なのになぜか自己 PR になると頑張りましたって言い出しちゃうんですね、うん、でも自己 PR とガクチカって結局求められてることは一緒で、あなたビジネスパーソンとして数字で成果出せますかっていうところなので、できれば、自己 PR でも頑張ったっていうだけじゃなくて、こういうふうに変化がしましたよっていう数字だったりとか客観的な評価になるものを添えていただけるとなおいいと思います、はい、他に何か自己 PR で気をつけるポイントありますか？例えばなんですけれども、自己 PR 動画って先ほど申し上げた通り、いろんな自己 PR を面接官がずっと見てるわけですよね、うん、でなってくるとめちゃくちゃ退屈です。だからどうやって勝つかっていう戦略を自己 PR に立ててほしい。なぜなら、うん、ガクチカはそんなに差がつかないんですよ。でも自己 PR って自分らしさを出せるいいところじゃないですか。絶対テンプレを避けて、ちょっと、あ、この子の自己 PR 面白いなって思わせるフックがあるとなおいいかなと思いますし、特にですね、最近は動画で、選考やるだけじゃなくって、動画を見て、あ、この子に直接声をかけたいなっていうスカウトをするような会社さんも出てきてるんですね。例えばですけど、自己 PR 動画プレゼンの資料用意しちゃいけないなんて誰も言ってませんよね。確かに、ね、紙でプレゼンしてもいい、自分の作品があるなら作品を出してもいい、はい、いろんな工夫の仕方がありますね。で、これをチャレンジしないのはもうめちゃくちゃもったいないと思う。確かに。なんで無加工でもいいけれども、そういう一工夫絶対入れてほしいと思います。確かに。ありがとうございます。
何を言って何を落とせばいいのかが全然分かんなくて。じゃあ就活の目的ってすごい大きいところに立ち返っていくと、就活で自分が見せなきゃいけないものって、私御社でそつなく働ける社員ですよじゃないですか、うん、ってことは自己 PR で見せるべきは、私結構御社っぽいでしょみたいなところなんですよ。なのでできればですね、口コミサイトとか説明会とかを見てもらって、相手の会社の雰囲気とか、その社員がどんな人なのかっていうのを見て、でそれに合わせた自己 PR 出せたら、うん、もう内定取りまくりです。頑張ります。はい、今私たち自己 PR 動画撮ったんですけど、その自己 PR 動画を上げるだけで企業さんからオファーが来るジョブ TV っていうサービスがあるんですね、うん、なのでそれに応募してみましょう。応募しちゃいます。ぜひですね、はい、今のフィードバックをもとに撮り直して最高バージョンでオファーを受け取りまくってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速今から、自己 PR 動画撮り直してジョブ TV さんに登録していきたいと思います。はい、撮り直します。はい、ということで今日は録画面接についてトイさんに聞いていきました。私が今回思ったのは、やっぱりエピソードとか話の構図とかの方が大事だなって思ってたんですけど、っていうよりかはどういう人柄かとか、はきはき話してるかみたいなところの方が大事っていうのを聞いて、結構希望を持ってたし、やっぱそこちゃんともうちょっと時間を使ってこだわろうっていうふうに思いました。僕もなんか正味自分の強みとかエピソードとか全くないんですけど、ね、なんかいざ聞いたら意外と印象とかが大事、聞いてもいけるなって思いました。印象いい自信あるんですね。はい、あります。はい、ございます。録画面接って実は緊張するけど、何回でもやり直せる、取り直せるメリットがありますよね、うん、で実際の面接でね、ポシャったらもう終わりって落ち込むしかないですけど、録画だったら何百回撮っても相手は分かんない、マイベストを出せるというわけで、何度でもリセマラできるガチャだと思って、うん、ぜひ最高の自分を提出してください。ありがとうございます。最後にケンティ、今後の意気込みお願いします。実は僕の就活まだで、みんな多分右も左も上も下も分からないと思うんですけど、ちょっともうこれからこの動画とかで勉強して頑張っていきましょう。最近でこれからね、1年間かけて就活頑張っていく様子、頑張ります。はい、どんどん成長していきましょう。はい、成長を見届けてください。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本日もありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。